皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回はニコンさんからお借りしてたこの Z7II と Z6II のですねお話をしていきたいと思います。私はですねこちらの Z6 をですね、普段使ってるんですけども、この Z6 を使ってて、この Z7II、Z6II どうだったのかっていうところのお話をしていきたいと思いますので、よかったらですね今 Z6 とか持ってて Z6II にしようか迷ってるとかですね、もしくは Z シリーズちょっと気になるので、こういった Z6II がいいのか Z6 でもいいのかっていうところのですね、お話よかったら参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。今回ですね私が使っているこの Z6 なんですけども、ニコンさんから Z7II と Z6II をですねお借りして、1ヶ月近くちょっと使用してきたので、じゃあこの Z6II に乗り換えた方がいいのか Z7II に乗り換えた方がいいのかっていうところのその使用感のお話をちょっとしていきたいと思いますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。ちょっとですね一応お借りしてニコンさんにもですね、使用感っていうのをですねご連絡させていただいてますので、ちょっとですねそのメールの内容もですねちょっとこちらで確認しながらお話ししていきたいと思います。結構長文で送ってるんですね、ちょっとはその内容をですねちょっとスマホの方で確認しながらお話をしていきたいと思っております。はい、まずですねこの箱を開けた瞬間 Z7II、Z6II ですね、開けた瞬間このですね Z7II なんですけども、開けた瞬間感動したかというと実はそんなことはなくて、この Z6 を持ってるので見た目ほぼ一緒なんですよ。ほぼというかもう全く一緒ぐらい、もう見分けがつかないぐらい全く一緒ですね。こっちが Z6-7-2 ですね。ほぼ一緒ですね。大きさも形もボタンの位置もほぼ一緒、持った感じもほぼ一緒。ちょっと若干こっちの Z7-2の方がグリップがちょっと深くなったかなっていう感じがありますね。端子類も一緒ですし、ここのマークが Z7-2になったぐらいかな。はい、ここが Z7-2になったぐらいの変化かなっていうところですね。モニターもファインダーも一緒なので、ほとんど一緒だと思ってください。この持った感じ見た目っていうのはほぼ一緒だったので、その辺に関してはですねあんまり感動がなかったんですよ。開けた瞬間持った瞬間ちょっと触ってみた瞬間、あれほぼ Z6 と一緒だなっていう風にですね、感じたので、見た目の方はですね、そういったほとんど違いがないっていうところで、あんまり開けた時の感動がなかったっていうところですね。例えばですねソニーでいうと α7-3 から α7-4 にですね、切り替えたとして、例えばバリアングルになってるとかですね、ちょっと違いがありますよね。操作性とかボタンの位置が変わってたりとか、そういったちょっとした違いっていうのが開けた時のちょっと新しい感動というのがですねやっぱりあるかと思うので、多少違う方が、開けた時に違うカメラを持った感触っていうのは感じやすいんじゃないかなって思ったところがですね一つの意見としてありました。これはですね操作性がそのまま受け継がれるので、使いやすさという面ではですね、すごくいいとは思うんですよ。そのまま、Z6 の使い心地のまま Z7-2 とか Z6-2 にですね移行できるので、その辺はすごく、いいかと思いますね。この辺は賛否両論あるかと思いますけども、私個人としてカメラってやっぱり高い買い物買ってワクワクする、新しいものを買ってワクワクするっていうものなので、そこが開けた瞬間触った瞬間使ってみた瞬間にちょっとその感動が薄かったかな、高い買い物してもそういった感動が薄かったかなっていうところはちょっともったいないかなっていうふうに思うところではありました。はいはい、ここはですね人それぞれだと思います。はい、で、Z6 の、モニターファインダーともう全くここも一緒なんですよ。見え方とかドット数とかですね、その辺も全く一緒なので、使ってみた感想でもそういう風なこのファインダーを覗いた時モニターを見た時も、大して違いがないっていうところもちょっと感動が薄かったところではあるんですけども、逆を言えばですねこの Z6 自体がモニターもファインダーもかなり完成度が高いっていうところになっております。だってこのモニターなんかは210万ドットあるので、 α7-4 よりもはるかに上ですよね。ファインダーもですね α7-4 と同じぐらいだったかな、ドット数で言うと同じぐらいだったかな。はい、見え方としては個人的には多分こっちの方が見やすいんじゃないかなっていうふうなですね印象はあったので、
まあ最新のカメラと比べても Z6 モニターもファインダーも劣ってないっていうところはですね、まあ、この Z6-2、Z7-2 を購入してもそれが引き継がれているので、まあ、その完成の高さはもう最初からあったっていうところがやっぱこの Z6 のすごいところかなというふうに思いましたね。だからそこがまあ変化がないので、まあ、ちょっとですね、まあ、Z6 からこの Z6-2 に買い替えた時にちょっと感動が薄いかなっていうところはですね、正直ちょっと感じましたね。まあ、正直そのファインダーの見え方とかモニターのすごく精細さっていうのがですね、まあ、理由で Z6 を買ったっていうところがありますので、まあ、その辺が引き継がれてるっていうところはすごくいいかなっていうふうに思います。これ以上高くしてもですね、まあそんなに違いは出てこないんじゃないかなっていうくらい結構いい性能的にはですね、もう結構上の方にあるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。で、まあ、この性能面、機能面使ってみた感想のところをですねお話ししていきたいと思うんですけども、瞳 AF に関してはなんか瞳 AF エリアをですね選んで、例えばこの部分ですっていうですねエリアを作って、そこのですねエリアのところだけ瞳 AF を効かせるとかですね、例えば2人いてどっちの人に合わせるかっていうところで、エリアをですねこっちの人に限定しておけばこっちの人の瞳 AF を捉えてくれるとかですね、まあ、そういったすごく便利なものもあります。もちろんですね画面全体の中から瞳 AF をですね検出して、瞳 AF を使ったりとかもできますので、その辺の切り替えのですね選択肢が増えたっていうところはものすごくですね、この Z6-2 とか Z7-2 のすごく優位的なところかなっていうふうに感じております。あとまあ人でもそうなんですけど、動物でもやっぱり精度が結構上がってるなっていうふうに感じました。はい。まあ、Z6 でもそんなに悪くはないんですけども、まあ、動物に関してはですねちょっとまあ扱いづらいというかあんまり合わないイメージがあったので、そんなにですね動物瞳 AF っていうのは使わなかったんですよ。例えば私が飼っているフレンチブルドッグがあの黒いですね、まあ、犬種なので、あの目とのですね境目っていうのが分かりにくいので、まあ、あんまりそういったですね瞳 AF が動物では使えなかったんですけども、この辺 Z7-2、Z6-2 の方では結構ですね、まあ、結構しっかりそういった黒いですね真っ黒な犬でも、まあ、瞳を検出してくれたりとかですねしましたので、場合にもよるんですけどね、まあ、してくれる時としてくれない時っていうのはあったんですけども、Z6 に比べたらしてくれるかなっていうところになっております。はい。でですね、やっぱりここのダブルスロット、CF エクスプレスカード、タイプ B と SD カード、UHS1 と2が使えるこのスロット、ダブルスロットがあるっていうのはすごく優位的に感じましたね。はい。まあ、やっぱりバックアップが取れるとか、SD カードも使えるし、CF エクスプレスカードも使えるっていうですね、まあ、いろんなバージョンの方にもですね、使えるっていうところはすごく使いやすさをですね、感じましたので、まあ、この辺に関してもですね、すごくいいなっていうふうに思いました。Z6 の場合は、XQD カードか CF エクスプレスカードのシングルタイプになってますので、まあ、1つしか使えないんですよ。なので、まあ、この一択なんですけども、 SD カードを使いたいよっていう方はですね、こっちのですね Z7-2 とか6-2は使えるので、そういったところでもですねやっぱり SD カードがいいよっていう方もたくさんいらっしゃるかと思うので、その辺はすごくですね、まあ、いいかなっていうふうに思いました。ダブルスロットっていうのはですね、あの、まあ、バックアップとかも取れるからですね、まあ、その辺はすごく、いい機能だなっていうふうに思いました。この Z7-2 とか Z6-2 をですね、まあ、しばらくちょっと使ってみてて感じたんですけども、まあ、正直 Z6 でもこと十分足りるなっていうふうに思いながら使ってました。全然 Z6 でも問題なく今まで使ってたので、 Z6 でも使い続けても全然 OK かなっていうですね、まあ、印象はあったんですよ。でこれを使っている時ですね、 Z7-2 とか Z6-2 でこれをですね2週間ぐらい使った後にこの Z6 ちょっと使ったんですよ。そしたらあれなんかここ不便だなって思うところがポン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 ちょっとですねあって、あれそこが改善されてるのがこの Z6-2 とか Z7-2 だなっていう風に感じてですね、まあ、使い勝手の総合力の底上げっていうのがやっぱりされてるなっていう風に思いましたね。なんか不満点みたいなのがやっぱりここの Z6 ではあるんですけども、そこがちょこ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 ですね、そのユーザー目線で不満点っていうのを全部解消してきてて、使い勝手っていうところですね、その辺がすごくあの総合的な使いやすさっていうところではですね、やっぱこの Z6-2 と Z7-2 っていうのはすごく、使ってみて、その後 Z6 を使ってみて違いっていうのがすごく分かったかなっていうふうに思いましたね。実際に Z6 使ってて不便はなかったんですけども、その不便ではなかったところが便利になって、でその後便利になったところで不便なところを使ってみたら、あやっぱり不便だなって感じたところがですね、やっぱり人間って便利になれちゃうと不便なところってちょっと嫌だなっていうふうに思うので、まあ、その辺がですねやっぱり便利になってるんだなっていうふうに
ふうにはですね感じましたね。やっぱり Z6 から Z7II に変わったところっていうのはですね、やっぱりその便利さっていうのが向上してる、底上げがですねされてるなっていうふうにですね感じました。ただここはですね Z6 を持ってる方はそういった違いがわかるんですけども、まあ、持ってない方は他社製を使ってたとか、もしくは初めて Z のですね、まあ、6II とか Z7II を購入するっていう方はですね、まあ、この総合的な機能の良さっていうのは違いっていうのはですね多分わかんないかもしれないんですけども、結構使ってみるとこの良さっていうのはまあ、じわじわやってくるぐらいのですね、まあ、使ってみないとちょっと分かんないぐらいの、まあ、良さっていうところがあるかなっていうふうに感じております。なのでスペック上ではそんなに大きな差はないんですよ。6と6-2とではですね、そんなに大きな差はですねスペック上ではないんですけども、やっぱり使い比べてみると、あ、結構ここ便利だな、ここいいなっていうふうな思う点がですね結構ポン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 とですね出てくる印象があったので、総合的にやっぱり底上げされているカメラ、まあ、この Z6 の不満点を潰してきたカメラっていうのがやっぱり Z6II だなっていうふうに感じております。でこの点っていうのは、例えばニコン の、 一眼レフの D750 私使ってるんですけども、そこから新しく D780 というですね一眼レフが発売された時に、同じようにですねこのユーザー目線のここが不満だなって思っているところを全て潰してきた感じの D780 という一眼レフがあるんですけども、同じような印象でしたね。あれ結構長かったんですけど、9年ぐらいのですね、まあ、期間があったんですけども、今回は Z6II とか、Z6 から Z6II2 年ぐらいの間で、そういったまあちょっと不満点みたいなのを全部潰してきたような感じだと思っておりますので、まあ、その辺の違いがですねあるかな。ニコンユーザーの方で D750 を使っている方は D780 みたいな変化がここの間ではありますよっていうところがですね、まあ、一番伝えやすい印象なのかなっていうふうにはですね個人的には思っております。まあ、そういったですねちょっとユーザー目線のところが私はニコンさんっていうところが結構好きなポイントかなっていうふうにですね感じているので、同じようにですね、まあ、こういったポイント、こういったユーザー目線のところが好きだよっていう方もですね、多分ニコンユーザーの方たくさんいらっしゃるんじゃないかなっていうふうには思っておりますね。で、まあ、例えばですねこの Z6II とか Z7II を使ってみて感じたところ、まあ、例えばソニーの α7-4 とか α7-3 とか、そういったところのお話も交えながらしていくと、せっかくですね、まあ、こちらの Z7-2 とか Z6-2 って CF エクスプレスカードを使えるようになってるじゃないですか。でせっかくなんでそこをちょっと活かしたいと思うんですよ。で例えばまあ連写はそうなんですけども、連写って私個人的には使わないのでほとんどですね、まあ、そこで CF エクスプレスカードを使う優位性というのはあんまりないんですよ。まあ、パソコンに写すときにまあ転送速度が速いっていうのはあるんですけども、それ以外のですね、まあ、ちょっと優位性をあんまり感じられない、だったら SD カード2枚差しでもいいんじゃないの、UHS-II の2枚差しでもいいんじゃないのって多少思っている感はあるんですよ。今この6-2と7-2に関しては。でなので Z5-2 とか出て、それが UHS-II の2枚差しとかだったらかなりいい感じのですねカメラにはなってくるんじゃないかなっていうふうには思うんですけども、例えばこの辺のですね Z7-2 とか Z6-2 をファームアップウェアでアップデートで、例えば動画で422の 10bit が撮れるようになったりとか、 N ログが撮れるようになったりとかですね、内部収録でできるようになったりっていうところがですねあるとすごく面白いカメラになってくるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。 Z9 なんかはそういうふうにして内部収録できるようになったじゃないですか、 RAW とか N ログがですね。でそういった点もですねこの辺に反映されてくると結構面白いんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい、なのでこの辺にですね内部収録の動画機能っていうのが充実してくると結構面白いカメラにはニコンなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、例えばこれ外部収録しかできないので現在はですね、しかもそれはカメラをまあニコンさんに送って3万円ぐらい払って、でそこでまあ機能をアップしてもらって、さらに外部収録用の機器を別でですね、やっぱり10万円ぐらい出して買わなきゃいけないので、14、15万ぐらい全部でかかるんですよ。このカメラでローの動画を撮ろうと思ったらですね、まあ、プラスその10万円以上かかるわけですよ。これが内部収録できるとそこがですね、まあ、なくなるので、すごくいいカメラになると思うんですよね、それだけで。
その内部収録ができるようになった N ログとか HLG 撮影が内部収録できるようになったらすごく面白いカメラに結構ですね、まあ、ソニーとかキャノンさんっていうのが結構まあ優位的に立ってきてるとは思うんですけども、結構そこに食い込んでこれるんじゃないかな、結構その動画目的の方もニコンが選択肢の中に入ってくるんじゃないかなっていうふうにはですね思ってるので、その辺ができるようになってくると結構面白いカメラになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。結構今現在では写真メイン機みたいな感じで、まあ、動画も撮れるんですけども、普通にですね、まあ、その N ログとかそういったものが撮れないカメラにはなってる、内部収録では撮れないようになってるっていうところが若干弱点というか選択肢としてそこが狭まってるんじゃないかなというふうには個人的には感じてます。なのでせっかく CF エクスプレスカードっていうところがあるので、そこをちょっと活かした内部収録っていうところができるとすごく面白いんじゃないかなっていうふうにはですね思ってます。だ実際に現在私が使い方としては、写真はニコン機、動画はソニー機っていうふうにですね、まあ、使い分けてて、やっぱりこのレンズが二重にかかってお金もかかるし、カメラ代も二重にかかってお金がかかるっていうところがありますし、持っていく時もその2台持っていかないといけないっていうところがすごく手間ではあるので、これが1台で済むっていうところになってくると、やっぱりソニー機を選ばざるを得ないんですよ。例えば α7-4 とかですね、α7-3 とか α7-C とかですね、その辺を選ばざるを得なくなってくるので、まあ、N ログとかそういったものを撮らないよっていう方はいいと思うんですけれども、撮る人の選択肢がここでちょっと狭まってしまうのはもったいないかなっていうふうに思うので、まあ、せっかくの CF エクスプレスカードをまあ最大限に活かせるように、そういった10ビットの、まあ、422の10ビットとか撮れるようになってくると結構面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここが例えば60フレームとか使えなくても30フレームまで、24フレームと30フレームまでとかでもここではいいと思うんですよ。Z7-2 とか Z6-2 のファームウェアアップデートで、あの 4K の 30p までで422の10ビットができるとかでもですね、全然 OK だと思うんですよね。Z6-3 とか Z7-3 の方で、例えば 4K の 422-10bit の60p が取れるとか 120p が取れるとか、そういったところがですね優位性として、例えば Z6 が 60p までとか Z7-2 が 120p までとかですね、そういったまあ違いもあって、値段の違いがあるんですね、あっていいんじゃないかなっていうふうにはですね思ってますね。その辺は皆さんどう感じるのかなっていうふうにはですね思っております。はい。で、まあ、大体この Z6-2、ここの Z7-2 の共通点としてはそういったところなんですけども、Z7-2 に関してのちょっとお話もしたいとは思うんですけども、この Z7-2 なんですけども、正直ですね、高画素による精細な写り方とか色味とかが、まあ、なんかすごく良かったんですよ。ロー現像の扱いやすさとかですね、めちゃくちゃこの Z7-2 ってものすごく良かった印象なんですよね。あのすごく自分に合ってるなって思いました。このカメラ自分の使い方にすごく合ってるカメラ、連写しないんで、その辺もですねやっぱこっちの Z7-2 は合ってますし、まあ、高画素って結構ですね、まあ、重たいデータなのでその辺の取り扱いが結構大変だったりはするんですけども、でもその結構クロップの耐性が強かったりとか、色味がすごく発色がよく出たりとか、精細な写り方するとかですね、まあ、私の場合風景も撮りますし人物も撮りますし、いろんなものを撮るので、結構この高画素機っていうのはいろんな撮影パターンにですね対応しますし、あんまり夜間に撮影することっていうのが少ないので、そういった面でもですね、まあ、夜間とかだとやっぱりストロボとか使ったりするので、まあ、高画素機でその ISO 感度がそんなに高くない、こっちよりも Z6-2 よりも ISO 感度の耐性っていうのはそんなに強くはないんですけども、その辺に関してもですね全然、自分の使い方では問題ないというところがあったので、結構この Z7-2 を使ってて、この Z7-2 にちょっと乗り換えたいなっていう風に感じましたね。 Z6 からやっぱりこの値段の差ってこういういろんな細かい点に現れてくるんだなっていう風に思いましたね。個人的にはやっぱりこの値段の違いっていうのが、まあ、高画素との差、画素数との差ぐらいしか、まあ、スペック上では感じてなかったんですけども、実際に使ってみるといろんな違いがやっぱりあって、でそれがいろんな総合的な違いっていうのがやっぱり自分の使いやすさの総合的な使いやすさに変わってくるっていう風に感じたので、あ、やっぱり値段ってこのスペックだけではわからない、取ってみないとわからない差が結構あるんだなっていう風にはですね感じております。で、例えば Z7 を持ってないので、 Z7 と Z7-2 との、まあ、この違いっていうのはちょっと正直わかんないんですけども、この Z6 と比べて Z7-2
ではですね、やっぱりこのいろんな表現力の差とか色味だとか、そういった精細さとかですね、いろんな面でですね、すごく上回ってるな、なんか Z レンズを 100% 活かせるのはこっちかなっていうふうにやっぱ思いましたね。 Z レンズってやっぱり性能すごくいいんですけども、この Z7 II だとその性能をですね、まあ、余すことなく使えるような印象がやっぱりあったので、そういった面でもですね、 Z レンズを使うメリットとして Z7 II っていうのはすごく活かされてくるんじゃないかなっていうふうにはですね、結構感じました。はい、その辺がですね、やっぱ Z6 と Z7 との違いがちょっとやっぱあるかなっていうふうに思って、値段の違い結構あるんですけども、まあ、そこが結構大きな差なのかなっていうふうにはですね、画素数ではなくてそういった細かい点がたくさんあるところっていうのがですね、総合的に考えるとやっぱり Z6II と Z7II で結構差があるなっていうふうにはですね、感じております。ただまあこの辺はですね、スペック上ではすごく分かりにくいんですよ。実際に使ってみないと分かんないっていうところがあるので、まあ、この辺はですね、実際に使ってみないとですね、本当に分かんないと思いますので、ぜひですね、まあ、どこかで使ってみて、まあ、使ってみてもですね、まあ、実際いろいろ取り比べて長い期間ちょっと使ってみて、あ、ここすごくいいんだなっていうふうに感じるところなので、まあ、その辺が正直ニコンさんって伝わりにくい、ところでもあるので、まあ、こういうレビューをするのにもちょっと難しいとは思うんですよね。で、結構多分中級者以上にならないとこの違いが、まあ、分かりにくいかなっていうところもですね、あるので、まあ、その辺がですね、やっぱり伝えにくいんですよね。ニコンさんのカメラってそういったところがちょっとですね、使ってみないと、実際に使ってみないと分かんないですよっていうところが結構多いので、まあ、そういったところがですね、伝える側も結構大変かなっていうふうにはですね、思ってるんですけども、なかなかそういったところですね、写真で見比べても、まあ、ちょっと伝えにくいかなっていうところがあるので、まあ、実際にですね、よかったら使ってみていただけるとすごくいいんじゃないかなっていうふうに思っております。で、まあ、個人的に結構その Z レンズって高画素機との相性がいいのかなっていうふうにですね、ちょっと感じてはいるんですけども、例えばラインナップとして、Z7 II が4500万画素ですね。で、こっちの Z6 II、まあ、ここ Z7 III が出たとして4500万画素、Z6 III が出たとして3300万画素にしてみて、Z5 II が2400万画素とかですね、画素数でこの段階を分けてみても結構面白いんじゃないかなっていうふうに思う。選択肢としてそういった画素数の違いがあるっていうところですね。あとは、まあ、一番下位のZ5 II が、SD カード2枚差しで、エクスプレスカードが使えるっていうこの2機種っていうところですね。まあ、そういったところでも結構選択肢として分かりやすくなってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。基本今ってなんかこの辺が画素数の違いしかないですよみたいなですね。まあ、その辺のちょっと、まあ、スペック上でその画素数の違いしかちょっと正直分かりにくいかなというふうに思うので、じゃあ画素数の違いでそれぞれ3機種比べてみたりとか、あとは動画の内部収録できるのが 60p までとか 120p までとかですね、 Z5 の方では Nlog ができないとかですね、まあ、そういったところでちょっとですね、差別化を図っていっても結構面白いカメラにはなってくるんじゃないかなという個人的にはですね、思ってるので、よかったらこの辺ニコンさんですね、参考にしてもらえたら嬉しいかなって思ってますよね。 Z5II なんか結構待ち望んでる方結構いらっしゃると思いますよ。はい、例えば、Z5 って今ちょっと AF が弱いっていう風に言われてるんですけども、この辺 Z6II とか 7II ぐらいの AF で、例えば SD カード2枚差しのものが出てきたら結構売れると思いますけどね。で、結構安いじゃないですか、 Z5 って。で、その辺の価格帯で出てきたら、まあ、めちゃくちゃ面白いカメラになってくると思いますし、そこから例えばそこを初心者向けとして中級者向けぐらいで、例えば Z6II で3300万画素ぐらいにして、422の 10bit の60フレームぐらいが取れてっていうところですね。で、 CF エクスプレスカードと UHS-II が使えますよ。で、こっちは4500万画素で、そういったところで結構ですね、明確に違いが出てくると、まあ、分かりやすくなってくるんじゃないかなっていうふうに思うので、この辺の選択肢ですね、まあ、それ誰がどういったものを使いたいのかっていうところの選択肢がすごく明確に分かれてくるんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、そういった明確な分かれが出てくると、まあ、どこが売れやすいのかっていうのも分かってくると思いますし、どこを手厚くしていけばいいのかっていうところも分かってくるかと思うので、まあ、そういったところがですね、戦略として面白いのがやっぱりソニーかなっていうところですね。高画素キーとか連写性能とかですね、暗所に強いとか全部分けてるじゃないですか。
まあ、そういったところは結構ソニーはあのユーザーの使い勝手に合わせたカメラをそれぞれ選ぶことができますよっていうところもあるので、まあ、そういった選択肢がですね5、6、7であると面白いかなっていうところですね、まあ、8でまたなんか新たなもので一番最高上に9がですね一番上にあるっていうですね、まあ、4段階、うん、5段階ぐらいの違いがあってくると面白いかな。9、8、7、6、5ですね、あると結構面白いんじゃないかなというふうに思うので、まあ、今後のニコンさんの、どういったラインナップが出てくるのかっていうのはすごく面白いところになってるんじゃないかなというふうに思っております。はい、で今回はですねちょっとそんなに1ヶ月ないぐらいのですね期間で使ってきてたので、まあ、そんなにめちゃくちゃ使い込んだわけではないんですけども、まあ、感想としてはですね結構 Z6II との、まあ、総合力の違いの方はあったかなっていうところですね。で実際にこの Z7II を使ってみた感想ではもうめちゃくちゃ気に入ったので、正直個人的にはこれ買おうかなって思ってるぐらいめちゃくちゃいいカメラになってるかと思っております。で例えばニコン機って純正のレンズしかないじゃないですか、まあ、サードパーティー製がないので、あの写りに安定感がすごくあるんですよね。なのでこれ今ですね 20mm、35mm、50mm、85mm という風にですねちょっと使い分けて使ってはみたんですけども、ちょっとですねレビューに間に合わなくて、あの今回ですねちょっとレビュー、このレンズに関してはできなくて、このですねカメラ2台に関しても今急いでちょっとですね、まあ、明日も返却するんですけども、急いで今日のですね、まあ、夜に撮影をしているっていう感じにはなってるんですけども、はい、なのでその安定したレンズで撮ると、まあ、すごく分かりやすい。例えばあのサードパーティー製のレンズの安価なものを使ってちょっとですね描写力があんまり良くないものでこの辺を使ってみても、まあ、あんまり良さがですね明確に伝えにくい、安定感がないレンズよりも、まあ、安定感のある純正のレンズを使ってみた方が、まあ、すごく分かりやすかったかな、この違いを付け替えてみて分かりやすかったかなというところがですねすごくあるので、今回ですね、まあ、お借りした別のですねレンズ3本に関してもですね、まあ、すごく良かったので、 35mm の F1.8 のレンズなんかもめちゃくちゃちょっと気に入りましたよね。スナップなんかでもポートレートなんかでもものすごく使いやすいっていう風に感じましたし、 20mm に関してもちょっと欲しいなっていう風に思いましたよね。あの 20mm で例えば風景とかポートレートも撮りましたし、まあ、結構 20mm 使いやすいなっていう風に思いましたよね、まあ、星空もそうですけどポートレート撮ったりとかもですね、まあ、描写力も全然問題なくですね素晴らしいものだったので、この辺もですねちょっとレビューしたかったなっていう風には思うんですけども、ちょっと時間がなかったので今回ですね、まあ、このカメラの本体だけをですね今回ちょっとレビューさせていただいている形になってますので、よかったですね。35mm とか 20mm とかですね、まあ、気になる方は購入してみて、実際に試して使ってみて、まあ、本当にですねすごいいいレンズだったので、これは全然おすすめできるかなというところになっております。まあなんか Z のレンズって安心感と安定感がすごくいいんですよ。半端ないんですよこの安心感と安定感というのがですね、まあ、その辺に関してはもう全然問題ないというか、まあ、すごく写りがいいので、まあ、よく映らないときはちょっとですね、まあ、設定方法とか、まあ、構図とかいろんなところをですね別のところを考えて撮ってみていただいた方がいいんじゃないかなっていうふうにはですね思えるぐらいすごくいいレンズでしたので、まあ、ちょっとですね、まあ、次回違うレンズちょっとまたお借りしたときにそちらのレンズのですねレビューとかいろいろやっていきたいと思いますので、よかったらですね今後の動画の方もチャンネル登録してお待ちいただけたらと思っております。はい、このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just